これね今、本質的なことをおっしゃったのはもともと経産省のまあスタートで枠の中で農水省がその後ちょっと頼むねって言われてやっている事業だから最初からあの農水省で制度設計したもんじゃないんですよね。で、もうじき国会も始まりますんでそ,のそもそも農水省として制度設計するんだったらこうはでき こういうことができたよねっていうのが多分終わりになると思うんです。で、それをまたあのちょっとこういう公開の場でやるかどうかは別にしてお話をいただいてより良いあのシステムですね変えていけたらと思いますのでよろしくお願いします。どうもお疲れ様です。一つだけ確認させていただきたいんですが、もうこれまでも指摘があったと思うんですけれども、あの。 地方の小さなところで、えー、とこのサービスを利用できない理由はそのサイトとかネットの環境が、えー、難しいとかあるいはその高齢者が多くてそういうものがあまり利用できないとかということだけではなくあの事業者の方から、えー、これが始まる前にだいぶ、えー、これおかしいんじゃないかっていう意見をいただいたその理由はですね そのやっぱりこのサイトに登録してえこれ利用をするわけですよねそのね費用がすごく高いんでどんどん高くなってきてるとだから1食当たりいくら100円だったかな200円だったかなこのサイト200円でしたっけねそれでその200円を取られてしまうとそのサイトにね対して。 運営事業者に対してその200円を、えー、納入しなければならないとなると、えー、結局そのもうんだろうなお客様来ても、えー、全然儲からないとこれはサイト事業者を潤わせるだけの事業なんじゃないかと特に地方においてはねそんなにたくさん来ないわけですからという指摘があったので、えー、その辺の 実情というか状況は調査されているのかそれを調査した上えで改善先ほどお話がありましたような改善を少し検討していただくということはできるのかどうかあるいはすでにもうそういう問題は把握していて検討したけれどもまあやむなしということなのかお答えできるようだったらお願いいたします。 あの送客手数料の問題は、我々もあも重くあの認識をしております、でまあ、事情で申しませば、あのやはり経緯上、ですねあの短期間で設計をしなければいけない中で、より多くの飲食店に速やかに参加していただくと、まあ、この趣旨が一番大きかったところです、でこの中で、送客手数料をゼロにすると、ですね、まあ、多くの既存のシステム、サイトが、 今回の事業には参加しなかったと、まあこう、こういうふうな認識でございます。でですので、まあまあ、言ってみれば それをを前提とととして事業を組まざるを得なかったということです一方で、入札をした結果なんですけれども、今回、13のオンラインサイトから応募があり、採択できましたけれども、その中で4つの事業体、5つのサイトは、その先生ご指摘のありました、送客手数料を無料としております、一切、このキャンペーン期間中、お金がかかりません、ですので、我々は、送客手数料をの負担と思われる飲食店の方々はです、ね、ぜひこの無料のサイトを使っていただきたいと,ということを切に。 お願いしております。